高石幸三郎、高石幸三郎、8月4日から1986年1月28日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、埼玉県川口市長。埼玉県北足立郡川口町で、芋の省高石北郎、木の夫妻の三男として生まれる。1918年、中央大学経済科を卒業し、 実家の高石北郎商店を継承した。三峡鋳造取締役会長、埼玉燃料取締役社長、高石本店会長、関東線鉄取締役などを務めた。1933年、川口市会議員となり、同議長も務めた。1938年4月28日、第4代川口市長に就任し、 1947年1月15日まで在任。この間、第1回市民体育大会の開催、下水道第一期事業の着手、戦時下の対応、戦災の復興に尽力し、全国市長会幹事、川口国民健康保険組合理事長を務めた。その後、公職追放となり、追放解除後の1953年2月20日、 再度川口市長に就任し、市政志向20周年記念行事の実施、身体障害者福祉会の設立、中小企業融資促進資金制度の発足などに取り組み、川口市農業委員会会,会長、埼玉県農業会議会長、同社会福祉協議会会,会長などを務め、1957年2月19日に退任した。1五十八年五月、 第28回衆議院議員総選挙で埼玉県第1区に自由民主党所属で出馬して当選し衆議院議員を一期務めた。ありがとうございます。